こんにちは。本日も Android の、素晴らしいアプリを紹介してみたいと思います。今日紹介するのは、画像を編集、また特殊な効果を加える、そのような、アプリになります。では早速起動してみたいと思います。どれだったかな。ありました。ピクサイプロ、まあ、これ無料版もあるんですけども、私はちょっとあの有料版の方を今使っておりますので、それで説明したいと思います。有料版といってもあの Android のアプリというのはですね、値段も安い、100円そこそこのものが、多いですので、気軽にお使いいただけると思います。まずこういう画面が出てきますね。ちょっと見にくいですね。ここにあの Get Picture というボタンがありますけども、これを、選択すると、どの画像を今から編集しますかというふうになります。ここでですね、ギャラリー、これ何でもいいんですけども、画像を表示するアプリが表示されますね、ここにね。で端末に入っている画像をここから選んでいきます。よいしょ。するとですね、ピクチャーのサイズ、どのサイズで、今から編集を行いますかというふうに聞いてきます。そうちょっと言うの忘れてましたけども、Android 端末で撮った、写真をそのまま、例えば普通の携帯ですねに送ると非常に大きなサイズで送られる場合がありますので、このソフトを使ってここで縮小してそのまま送るというような、ことにもこのアプリは使うことができますね。私はよくこの 640×480 というサイズを使います。すると選んだ画像が出てきます。さあどうするか。画面をクリックする、またはメニューボタンを押すと、このようにいろいろ、メニューが表示されます。全部紹介すると非常に数が多いですので、抜粋していくつか紹介したいと思います。まずこの吹き出すボタン、これそのままですね、写真にこういう吹き出しを、つけることができると。例えば、はい、これをやってみましょう。で、完了。これもいろいろ種類を選べますね。いっと。で、チェックボタンを押す。どうです？あ、ちょっと見にくかったな。はい。まあ、こういうふうに吹き出しを操作することができますね。はい。次にもう一回やってみましょう。タイトル。こういうふうにですね、タイトル文字をいろいろといろんな種類で作ることができます。はい。とこういうふうにつきますね。もちろんこのようにこうサイズもですね、自由に調整することができます。自分で撮った写真をブログやツイッターなどでアップするときに、このようなタイトルとかですね、吹き出しを加えると面白いかもしれませんね。さあ、次行ってみましょう。次、面白いの、メインの機能になるのかな。エフェクトというのがありますね。これを押しますと、ここにたくさんの、ものすごい数のエフェクトが付けられます。ここも全部紹介できませんので、いくつか抜粋しましょう。
まずはペイント、これそのままです。こうやって自由に書くことができるというのがペイントですね。ダブルタップするとこのように拡大もしますので、その状態で書くこともできます。はい、じゃあ次、次は、まあ、これをやってみましょうかね。これもよく私使いますね。何かというと明るさ調節です。実際にこう調節した後どうなるかというのもですね、このようにリアルタイムで、見ながら行いますので非常に便利ですね。まあ、良ければこのチェックボタン、やり直す場合はこの戻るボタンを押します。あ、端末本体の戻るボタンでもこうキャンセルが効きますけどね。じゃあ次に、何をやってみましょうかね。すごいでしょ、いっぱいあるでしょ。これはですね、画面にちょっとぼやかすって方言かな、ぼかすことができますね。他に、まあこの辺はそういう明るさとか色合いの調整になりますね。で、ここからが、画面を変形させる効果ですね。ちょっとやってみましょうか。サークルスプラッシュやってみましょう。おっと。こういう感じですね。画面中心っていうか、周りを、ビヨーンとなんかこう、弾けるような感じで。伸ばす効果を加えることができますね、これは。うん、これ面白い。次は何しましょうかね。あ、これやってみよう。ストレッチ？おお。ああ、なるほど。画面膨らませたり、細くしたりする。うん、すごい。なるほどね。よし、次。うわ、これ、ほんといっぱいあるんですよね。次は、あ、ここ、カラーアジャストメンツ。なるほど。わかりやすいのやってみましょう。グレースケール。よいしょ。ほんほんほん。白黒ですね。こんなかおしゃれですね。うん。さあ、どんどんいきますよ。どんどんいきますよ。まだまだありますからね。次はフォトエフェクト。これ写真、いわゆるあれですね。トイカメラ風にしたり。おぉ。あ、いいですね。渋いですね。トイカメラ風にしたり。いろんな撮影時の効果を加えることができるんですね。なるほどね。他に、あ、クロスプロセス。私このクロスプロセスって好きなんですよ。どうです？独特な色合いになるでしょう。これも画面で効果を見ながらこう試すことができますね。さあ、次いきますよ。まだありますからね。次はフィルター。うん。スポットライト、これ分かりやすそうですね。おお、まさにスポットライトですね。次は、インスタントフィルムみたいな効果もありますね。これやってみましょう。これもよくブログとかで
結構使えそうですよね。うわ、ほんと数が多いですよね。じゃあ次、あ、これ最後の項目ですね。画面にいろんなマスクをつけることができますね。あ、これわかりやすいですね。これは指でなぞったところにモザイクをつける。やってみましょう。これもダブルタップしたら拡大して、で、細かい作業をすることもできます。うん、いや別にギターにモザイクかけなくていいんですけどね。まあ、ということで、あ、ということじゃない、大事なの忘れてた。他にまあ、いろいろあるんですけども、このエクスポート、これを押すことによってですね、まあ、例えば今修正というか編集した画像をこう保存したり、まあ、他シェアですね、他アプリと今の画像を、保存することなくシェアすることもできます。ということで、今日紹介したのは、まあ、ちょっとなんか雑な紹介だったんですけどもね、このピクセイというアプリでした。もちろん無料版もありまして、無料版もですね、多少機能は、制限されるんですけども、単純に画像を縮小して普通の携帯に送りたい、そのようなことにだけでも、なんか難しいこと言ってますね。画像を縮小して普通の携帯に送る。ただそれが目的だけでも、こういうふうに、非常に簡単に手軽に使うことができますし、あと明るさ調整なども、簡単にできます。これも無料版でもできますので、ぜひ一度お試しいただいて、あ、これ有料版買ってもいいなということであれば、ぜひご購入して、楽しんで、見てください。ということで、寝起きであまり頭の回っていない状態でしたが、本日のアプリ紹介を終了したいと思います。それでは、また。